今や世界中のボクシングファン、関係者の注目を集める WBC、WBO 世界スーパーバンタム級統一王者の井上直也選手。だが、彼とて弱肉強食のボクシング界において、最初から、怪物、足り得たわけではなかった。井上選手がいかにして、本物の怪物、に進化していったのか。対戦相手たちの証言をもとに、その強さの秘密。 戦うことの意味について綴ったのが、怪物に出会った日、井上直也と戦うということ、森合正則著、講談社官、だ。衝撃、メイウェザーを取り巻く美女たちがグラマラスすぎて、前編に引き続き、本書の中から、井上直也の名前が世界で轟くきっかけとなった伝説のオマール・ナルバエス戦について特別掲載する、VS。オマール・ナルバエス。 アルゼンチン、2014年12月30日東京、東京体育館2ラウンド3分1秒 KOWBO 世界スーパーフライ級王座獲得井上の戦績8戦全勝 7KO 全編記事、井上直也の名を世界に知らしめた伝説の一戦、衝撃の2回 KO を喫した、アルゼンチンの英雄、の意外な過去、オマールの6歳年下。 五人兄弟で一番カのネストルが忙しい仕事の合間を縫って、私たちに会いに来てくれた。現役時代の生還でほっそりした体型と違い、髭を蓄え、筋肉が詰まったような屈強な体つきになっていた。いやあ、日本から来たんだって。日本は懐かしいな。現在はボクシングから離れ、建築関係の仕事をしているという。日本は世界タイトルで五十嵐と戦った思い出の場所だからな。 2012年11月3日、ゼビオアリーナ仙台で WBC 世界フライ級チャンピオン、いガラシとしゆきに挑んだ。終盤に追い上げ、接戦の末、惜しくも0の2の勝者判定負け。王座ダッシュはならなかった。オマールもいガラシもサウスポーだから、あの時は兄にスパーリングパートナーになってもらってよく練習したよ。私にとって初の12回戦。負けてしまったけど、オマールから、 世界レベルにいるよ。10分できるんだから、と言ってもらえたのが嬉しかったね。よく覚えているよ。